はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、Visa Line Pay ドカードが8月より1%還元へ、新規はさらにプラス5%還元ということで、今回は Visa Line Pay ドカードについてですね。この動画では、Visa Line Pay ドカードが8月よりポイント還元が常時付くようになるということと、お得な使い方についてお伝えします。基本的にはですね、誰でも利用することができますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで本日発表された情報がこちらですね。ビザラインペイプリペイドカードなら漏れなくラインポイントが1%還元。さらに新規発行された方限定で5%のラインポイントが還元されるということでございます。そうなんですよね。これまでですね、ビザラインペイプリペイドカードは特になんか還元とかはなくて普通の、まあ、ただのプリペイドカードとして使えてはいたんですけども、まあ、常時還元があるというのは全然なかったんですよね。 で、今回の発表から、まあ、2021年の8月の1日、来月の8月の1日から、このキャンペーンが始まるということでございます。ちなみに、ビザラインペイプリペイドカードは、ラインペイを使っている方であれば、誰でも使うことができますので、特に審査などはございません。 それではですね、本日発表された LINE の公式のプレスリリースからですね、見ていきましょう。まずここで,ですね、今お伝えしたように8月の1日から、ビザ9ペイプリペイドカードのご利用額に対して1%の LINE ポイントの還元を開始すると。また、新規で発行された方に関したら、カード発行月の翌月1日から、 末日ままでのののご利用額の5%分のポイントをととしししてて加算して還元いたしますとちょっと後ほどですね、これについては触れます。で、還元の対象に関したら、ID 加盟店における LINEPay 残高を使った ApplePay、GooglePay でかざすだけのお支払いなど、Visa、LINEPay、プリペイドカードによる全てのお支払いとなり、店舗購入商品についての制限はありませんと出ております。ちょっとですね、この部分気になるんですよね。特に制限はないということなんですけども、まあ、基本的には何でも対象ということかなというふうに思います。 で、あと、ここもですね、l i n e p a y は多様な決済手段の提供に応じて、ユーザーの利便性を高めるために、v i s a l i n e p a y プリペイドカードを発行し、非接触決済サービスの ID や、Visa のタッチ決済への対応を、2020年の12月より開始してますということなんですが、まあ、今現在、Apple Pay に関しては ID だけなんですけども、Google Pay 利用されている方に関しては、ID プラスアルファで Visa タッチも使えると。で、先ほど出てきた、新規に発行いただいた方には、カード発行月の翌月1日から、ま、あ 末日までということなんですけども、まあ、こちらね公式ページから引っ張ってきたんですけどもポイント還元対象月ということで、まあ、わかりやすくカードが発行された月そしてカード利用月ということで、まあ、これによってポイント還元が変わってくるということでございます例えば7月の1日から7月31日に作った場合ですねまあもう今月も終わるんですけどもそうなった場合はカード利用月 2021年の8月から5%還元の対象月ですよということでございます。で、8月の1日、来月ですね、Visa ンペ n プ Pay ドカードを発行された方は、ここですね。2021年の9月から5%還元の対象月ですよということですね。なので、作成した翌月から、 対象の月っていう風に覚えていただければ結構です。ですけども、僕みたいにすでにもうビザなインペープリペイドカードを発行されている方に関したら対象外ということでございますので、ここは一つ注意点かなと思います。で、わかりやすい表もね、こちらのようにずらりと出ておりまして、ポイントの付与の時期に関したら、ご利用月の3ヶ月後中旬頃ということでございます。まあ、先ほどお伝えした表にもね、ポイント付与の月っていうのが出ておりまして、 あと、ここが重要なんですけども、新規発行特典の5%還元は、LINE ポイントが2万ポイントが上限となりますということですね。なので、もし新規発行された方の場合に関したら、2万割ることの0.05なので、まあ、40万円分、この Visa9P プリペイドカードで決済したら、この2万ポイントの上限になるということでございます。まあ、こんなにま、多分使われる方ってほとんどいらっしゃらないかなと思うんですけども、もしね、1ヶ月間でま、これだけ使われる方はですね、ここだけ注意をしておいた方がいいかなと思います。 そしてもう一つ、ここですね、本企画は終了日を定めておりませんが、終了する場合は事前に告知、お知らせいたしますということでございますので、まあね、正直いつ終わるのかわからないということですので、まあ、使えるうちに使った方がいいかなという感じですかね。 でここからはですね、今回のこの v i s a ンペイ p a y プリペイドカードを使った、まあ、効率的な使い方ということでご紹介させていただきたいと思うんですけども、まずは既存1%還元の場合ということで、いわゆるその今年の6月30日までにこの v i s a ンペイ p a y プリペイドカードを登録されている方ですね。 まずは、ビザラインペイプリペイドカードを使うためには、ラインペイ残高に、まあ、チャージをする必要があるんですけども、そこからチャージをして、さらにこのビザラインペイプリペイドカードにチャージをかけます。そうすると、今回お伝えした1%のラインポイントの還元を受けることができます。もちろんね、このままの状態で使っていただいて結構なんですけども、ここから、まあ、いろいろ応用ができるんですが、例えばですね、ビザプリペイドカードのキャッシュあると思うんですけども、このキャッシュに関してはですね、このビザラインペイプリペイドカードの登録ができないため、これは紐付けすることが できませんですけども、ここで、まあ今話題のね、トヨタウォレットをかますことができまして、ここからチャージをして使うこともできます。ですけども、その前に一点ですね、ちょっと見ていただきたいものがございます。それがこちらなんですけども、これは、ビザラインペイクレジットカードのポイント還元の対象外の表を今持ってきました。で、そこで見ていただきたいのはここですね、三井住友カードが発行するプリペイドカード等ということで、いわゆるそのビザラインペイクレジットカードを使ってトヨタウォレットにチャージをすると、 これに関したらですね、ポイント還元の対象外に当たるため、まあチャージをしてもぶっちゃけあまり意味がないというものでございます。まあぶっちゃけどちらもね、三井住友が発行するカードなので、まあそりゃそうだろうなっていうふうにも思うんですけども。 まあ先ほどの内容を踏まえたら、今回はビザラインペイプリペイドカードではあるんですけども、もしかするとラインポイントの還元の対象外になる可能性もあるんじゃないかなというふうに思っております。一応公式ページには基本的には全ての支払いにおいてラインポイントが還元されるというふうには記載があったんですけども、やっぱり還元の対象外になるんじゃないかなというふうなのも頭の片隅に入れておく方がいいかなと思います。 で、これに関してはですね、僕先ほどあの問い合わせを行っているので、もし分かり次第ですね、この動画のコメント欄に、まあ、固定コメントとして残させていただくか、 まあ、タイミングがあればですね、動画にする可能性もあるかもしれないので、分かり次第ですね、何かしらアクションをさせていただきます。で、もし、トヨタウォレットにですね、チャージをした場合は、今現在開催中のね、トヨタウォレットの毎日毎回1.5%のキャッシュバックが使うことができますんで、もちろんね、このままの状態で使ってもいいんですけども、もうトヨタウォレットといえばね、ここからかませるのは、ミクシーが提供するスマホ決済の 6g ですね、これもかますことができます。なので、このまま 6g のままね、使ってもいいですし、そこからさらに、僕の場合は を使ってるので、Apple Pay 経由でまあ、モバイルスイカにチャージをしたりとか、モバイルパスモにもチャージすることができます。まあこうすればね、かなりルート的にはいろんな方向で使うことができるんで、今回のビザラインペイプリペイドカードっていうのはこの1%関係は結構でかいんじゃないかなと思います。で、もしですね、モバイルパスも利用される方いらっしゃいましたら、今現在ですね、Apple Pay のモバイルパスモのまあ、使った金額の最大50%戻ってくるキャンペーンっていうのが10月の20日20日まで開催中でございますので、もしねまだ利用されてない方はこのタイミング で使うのは結構いいタイミングかなと思いますちなみにもしですね今新しく始めた場合は2000以上を利用することで1000円分のキャッシュバックを受けることができます、まあ、ほとんどの方はねもう利用されている方多いと思うんですけどももしですねまだ利用されてない方は一応僕の招待コード概要欄に貼っておきますので使っていただいたら嬉しいですなので今お伝えしたこの内容を踏まえたら実質の還元率っていうのがですねじゃんということで2.5%還元が可能ということでございますまあ、還元率的には低いっちゃ低いんですけども、まあ ぶっちゃけ、まあ、プリペイドカードでここまでできるのはかなり強いかなと思ってます。まあ、それがね、いつまで続くかわからないですし、まあ、ラインポイントがちゃんと還元されるかどうかっていうのは、今現時点では明確ではないんですけども、もしね、実現可能であれば、これは結構強力ですよね。続きまして、先ほどお伝えした新規の方ですね、1%還元プラス、まあ、期間中翌月だけですね、5%還元されるということなんですけども、まあ、ラインペイ残高からこのビザラインペイプリペイドカードに残高でチャージをして、そこからこの1%還元 プラス5%還元で、すねされるのでで、まあ、実質6%還元とでこの6%還元ができるのは、カード発行月の翌月の1日から末日までプラス5%なので、ここはね、一つ気をつけていただいて、それを踏まえた上で、先ほどお伝えしたルートで全部辿っていくと、まあ、実質ですね、合わせて、まあ、7.5%還元が実現可能ということでございます。まあ、1ヶ月間だけっていうのはあるんですけども、その期間だけはかなりね、強力な状態で使うことができます。なので、基本的には私生活とかで、まあ、スマホ決済もそう ですし、まあプリペイドカードをメインとして使われている方は、まあこの方法はね、まあタイミング的にもいいのかなというふうにも思います。ちなみにですね、たまったラインポイントってまあいろんな使い方があるんですけども、結構ね個人的におすすめなのがこれですね。やっぱペイペイボーナス、ペイペイはね本当に使うところが多いので、まあラインポイントの消化としたら一番ペイペイボーナスとしてペイペイとして使うっていうのがね、結構消費がしやすいのかなと思います。ちなみに25ポイントから交換できたりとか、あとはライン証券とかでも1ポイント1円としてね取引に使え。 とかまあ LINE モバイル使ってる方であれば1ポイント1円から使うこともできますのでポイントの召喚はね結構 LINE ポイントはまあまあしやすい方かなと思います。 ということで本日お伝えした内容をまとめなんですけども今回のこのキャンペーンというのが2021年の8月の1日からスタートしますで終了する場合はですね事前に公式のページにてまあ、告知がありますよということで還元率に関したら既存の会員の方はですね8月の1日から1%還元なんですけども新規の方はですねこの1%還元プラス発行した翌月からですねプラス5%還元が1ヶ月間だけ行われますなのでもしね発行されてない方はですねタイミング的にもいいかなと思いますで上限なんですけども 新規の5%還元に関しては一応2万ポイントまで、これは40万円利用すす。るこことで上限に到達しますでこの既存の方派手なということなんですけども、まあおそらくですね、これビザラインペ y プリペイドカードのちょっと公式ページから引っ張ってきたんですけども、いわゆるその1回の決済の上限と1ヶ月の上限ということで分かれております。この LINE マニーアカウントっていうのが、いわゆるその本人確認を行っているアカウントで、LINE キャッシュアカウントっていうのは、 本人確認の完了してないアカウントということでございますんで、まあそれぞれによって上限が変わってくるので、とりあえずはてなとさせていただいてます。で、LINE ポイントが付与されるのは、利用した月の3ヶ月後の中旬頃ということでございますので、まあ、これに関しては先ほどのね、公式ページの画像を参考にしてください。で、決済方法としたらバーチャルカード以外にも、Apple Pay であれば ID 決済、Google Pay であれば ID 決済と Visa Touch もですね、対応してますので、一番ご自身が使いやすい方法ですね、チョイスした上で決済してみてください。まあそんなことで今回 今回は、ビザラインペイプリペイドカードが8月1日から1%のラインポイント還元、そして新規発行された方はですね、5%のラインポイントが還元されるということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ぶっちゃけね、このビザラインペイプリペイドカードに関したら、まあ、常時還元というんですかね、最低でも0.5%とかそれもなかったので、ぶっちゃけ寂しかったっちゃ寂しかったんですけども、まあ、今回のね、この発表があったので、またね、ビザラインペイプリペイドカードのユーザーも、ま、あじわじわと増えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、先ほどね、 で動画の途中でお伝えした、いわゆるそのトヨタウレットにチャージをすることで、ラインポイントがちゃんと還元されるかどうかということについては、この動画のコメント欄で固定コメントとして残させていただくか、もしくは、 タイミングが合えばで、すすね動画とししてアップするかもしれませんで今回お伝えさせていただいたこのキャンペーンのページと、そしてモバイルパスモの招待コードもですね、概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方いらっしゃいましたら、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました。